砲。これに対しアンドラゴラス三世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン、ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているようです。私たちだけで進むのは危険そうだな。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。おお、殿下。前線に兵が十分集まりましたね。彼らをまとめ敵軍を蹴散らされてはいかがでしょう。味方の兵を束ねれば強力な突撃を行いましょう。さあご命令を。分かった、みんな私に続け。力を貸してくれ。よしよし。止まってください。なんでこんなところに穴が。これは水。いや、油だ。ルシタニアの奴ら俺たちを火攻めにする気だぞ。何なのだこれは。ダリューン。国王陛下はわしがお守りするゆえ、お主はアルスラーン殿下をお探ししろ。おい、いたぞ、パルスの犬だ。殿下、お姿が見えぬ。突撃の戦闘におられたようだ。おそまきかもしれぬが守って差し上げよう。わかりました、叔父上。エクバターナで再会しましょう。俺と会ったのが運の月だ。いたぞ、パルスの残党だ。やっちまえ。
クバード殿、アルスラン殿下をお見かけしませんでしたか。王子、知らんな。前線にいた気もするが、道は塞がれておる。進めはせんぞ。障害物を取り除くほかはなさそうですね。崩れた部隊を立て直し突破します。陛下、もはやこの戦いに勝ちはございません。お引きくだされ。バフリーズ、貴様、余が武人としての恥を知らぬと思うてか。明日勝つために今日の恥をお忍びくだされ。それに王妃様のおられる王都を敵の手に委ねてもよろしいとおっしゃいますか。おお、ダリューン様、おかげで助かりました。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。さすがマルダンフ・マルダン、かなうものなどおりませんな。これだけの兵がいれば障害物を取り除ける。これでしまいだ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。障害物の排除完了しました。ようやく先に進軍できるな。殿下はご無事だろうか。国王が逃げたぞ。アンドラゴラス三世が逃げた。兵を捨てて腐敗の王が逃げた。パルスの軍旗は泥にまみれた。取り返しがつかぬ。まずい、兵たちに動揺が広がっている。このままでは。おい、大丈夫か。ダリューン殿、アルスラーン殿下が。殿下だと。おい、殿下はどこにおられる。はぐれてしまったのですが、あちらへ。ルシタニア軍が近くにいます。早く殿下を。パルスの負け犬が一匹うろついているぞ。俺たちの手で道案内してやれ。ルシタニアの増兵が邪魔をするならば切り捨てる。哀れな王子、あなたは何も悪くないが、ここで死んでいただこう。何のことだ、カーラン！今お助けいたします、殿下。裏切ったのか、カーラン。いや、
まことパルス王国のためを思えばこそアンドラゴラスを王位から追う企てに加担したのだ。そうか、分かったぞ。陛下への忠告を俺に勧めたのは貴様だった。俺が陛下のご不興を被ってマルズバーンの任を解かれる、それを狙ってのことだな。その通りだ、ダリオン。お主は強いがアホではないな。だからこそお主に1万もの騎兵を指揮させるわけにはいかんのだよ。